日本銀行金沢支店に昨日新しい支店長が就任し能登半島地震からの復興を自ら確認していきたいと話しました、えー、日銀金沢支店の支店長に就任したのは神奈川県出身の大川,新一郎さんです大川支店長はワシントン事務所長や国際局参事役などを歴任し先月、金沢支店の次長に就任 1>, 1ヶ月ほど自ら北陸の経済状況などを見て回り、昨日、支店長に就任しました。大川支店長は会見で、地震からの復興には生活再建を進めた上で事業を復活させることが課題だとし、次のように話しました。1日も早く元の生活に戻り、そして経済活動を再開させ、さらには北陸をもっと盛り上げていけるようにと願いながら、 自分の足でしっかりとこの地を回って、それを確認していきたいというふうに思っています。